ブレスオブファイヤー2続きいきます。材料集めですね。材料話、とりあえず話聞こう。料理勝負かと。いいな、俺にも味見させてくれないかな。まあそれはある、それはある。本当も嘘も関係ないって。地下に金梅がいるっていう、まず一つ情報があります。まあ私がね、忘れないためにも整理して話してる、実況してるんですけれども、このさ、スイッチっていうことじゃ、それか、これが地下か。来た来た。上は？ん？な、何？あ、これ、あの、タタじゃないの。あ、来たほら、あいつの恋人だ。干からびる水を、ちょ、助ける助ける。あ、フィオリーナ。あ、ありがとうございます。いたよ。鍵がかかっている。こいつあれか。なんか、見たんだな。見て、偽王子に捕まってたんだな、多分。完全なる証拠。偽物と一発で断定できる、なんか証拠発見したんだろう。これフィオリーナさんでしょ。見た見た見た。いた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 。見かけた見かけた。貼り付け干からびなんてことでしょうと。オッケーオッケーオッケー。一緒に行こう一緒に行こう。通って。早い。ちょっとやっぱ面白いね。やっぱ俺、通。いやでも必死だとそうなるよね。もうかっこいい悪さとか、そんなの構ってらんないもんね。そうよ、大事よ。なんで閉めんの？フィオリーナ、閉めないで。格好とか構ってらんないよねって言ってさ、なんちゃんと閉めるの。いたいた、よかったよかった。あなた方のおかげです。ありがとうございました。本物の食べた王子に差し入れを持って行ったら捕まったんです。偽物は血も涙もありません。私はバカでも心の綺麗な本物を応援しますよ。何か私にできることはありますか？本当はこっちなんだよね。本当はこっち。でもこっち。はい。情報くれ。後の、後の風車小屋でバケツに飛び乗ったら、城の地下へ降りることができますよ。風車小屋？あ、後ろにすぐ後ろってそこね。はいはいはい。小屋の鍵はこれです。よーし。それと、小屋の隅っこに、へそくりが、おー！マジで？あ、この中かな？これでしょ？風車小屋って。隅ってさ、ちょっと先に。そこではない。これは開かないの。あ、ここも開くんだ。こっちがへそくりか、これ。おー、ありがたいや。ちょ、待って。行くとこ3つある、今。ここは通れんのよね。ここがまず地下、本命地下でしょ？あ、バケツに乗ったら地下に行けるって、そういうこと、あ、もうそういうことか。あ、だから多分左は、あれ、ここで地下に、で戻ってくるルートだな、おそらくは。
この演出。ああ、みんな無事降りられたと。こっからも下行けるんじゃねえかっていう。あ、行けない、あくまでここまで。はいはいはい、敵はどうなんだろう。まあ、局的に、あ、いた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 、ブンブンブン、ウッケケケ、ブンブンと、勘にしてと。あ、向こうの連中も金牌を取ろうとしてる。てめえらうんこ様が俺様を捕まえようなんて、何これ、1000万年早いんだよカスガーと。助けてーと、だおらーと、てめえらも俺様を捕まえようなんて思ってるんじゃねえだろうなーんと。うんこ様が力の違いをやつって思い知らせほしいかーと。金牌と戦うと。これでもマジでいかないと、なんかわ、本当にわからないっすからね。つってもそんなに、そんなにね、戦略の幅があるわけじゃないんで。あ、まあ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 、連続だと。今反撃で一発とか入れたけど、ちょっと一発で倒れるかなって期待したんだけど、ダメだった。あんなこと言っといて実は弱いみたいな、そのパターンを期待したけどダメだった。まあ殴り合いだったら、この程度の殴り合いだったら負けないよと。さすがにこの HP バーがある戦いであれば自動回復とかはないと思うし、全力でダメージ与えているので、いずれは倒れるでしょう。本当攻撃力上げるあのギガードだっけ、あれ欲しいよね。誰、リザードマン、あれまさかのイベント戦、まさかのイベント戦これいや本当期待裏、いい意味で裏切るね。うんこ様の割にはちょっと歯応えがあるじゃねえか。だが俺様は捕まんねえ、てめえらみてえなカスにはなあと。ほうほうほう、まさかのイベント戦、タペタ王子様に料理していただこうと天然物のゴキブリを取りに来たが、あんな強いハエがいるとは。まさかの死亡、マジか。いやまあまあ、でも行きましょうか。こっちもね、まあ遊びでやってるあれじゃないんで、まあエンカウントはすると。ミミック、あ、来た、ミミック、大丈夫かな、大丈夫、強そうなんだけどね。必殺、よし、ナイス。いや、まあそこそこ強い。まあババルで倒せるでしょう。魔法効かない、まあまあまあ大事、そういった情報をね分かっていくのが大事。多分こっちは右、今行った方向が正解の道な気がする。アラクノフォビア、大丈夫だよな、怖いな。忍風がね、こう必殺で叩いてくれるのがありがたいよね。先に先手で攻撃してくれるっていう。うまくいけばこれで、よーし、
いいね。そう、特殊能力、変なステータス異常をやってこなければいいんだけどね。奥に飛んでったと。あれ、じゃあこっちは金梅なんだ。城から逃げ出したゴキブリやミミズがすごく凶暴になったやつがこの地下にはうよいよいるみたいだ。怖い。いた。ついてきやがったぜと。こっちだ、来てみやがれと。怖いな。なんかこれ追い回されるパターンってちょっと怖いですね。なんか右から行った方がいい気がする。こっちにはゴキブリとミミズがいるのかな。そうすると、おう食べたじゃないけど、おう、これは参るね。これ参るね、これ。大丈夫かな。気力でいいわ。リンプ大丈夫か。ゾンビアタックやめろ。それやめろ。それやめろ。体腐った、ほら、嫌な思い出しかないから。嫌な思い出しかないのよ、それ。ゾンビなのに、ゾンビアタックをゾンビにやられても多少大丈夫っていう。いや、でもわからねえぞ。このターンからもうやばいのかもしれない。いや、それきついから、マジで。全滅させられましたから、ゾンビになって。やめれ。よし、ナイス。ゾンビアタックしかやってこねえじゃねえか。ゾンビアタックはゾンビには効かないのか。あ、でも攻撃力は、あ、テッシーが、ガチゾンビ。あ、そういうことか。1ターンか2ターンするとそうなるっていうことかな。マレクタ、マレクタってなんだ。ちょっとゾンビ、ちょっとマジ、これ、えぐすぎだろ。ブレスオブファイヤー2、えぐくないっすかこれ。ランドのリバルとかでやれってことか。まあ、それか着付け、着付けできるのかな。えぐい、えぐい。マレクタって何よ。マホトラですね。いいね。やったぜ、ちょっと。おっと、バケモノみたいなやつらがうじゃうじゃいるぞ。こいつらを料理に使うなんて、とんでもない。まあ、そうだよ。いや、てか、ミミック。ミミックやべえから。4体やばいから。2、3体もやべえんだよ。やめとくれ、それ。着付けで、まあ、いけるのかわからんよね。やばいな、これ。これやばいな。ゾンビあった、強いし、普通に。ゾンビアタックが普通に強い。よしよし、着付けで、これで、まあ、テッシー生き返るから、とりあえずリンプ、ランドは、とりあえず普通にこうやんないとやばいと。ランド、終わったら終わるからな。リンプは自己回復すると。テッシーも自己回復でいいかな。で、ニーナが攻撃。雑魚戦も飽きさせないこの感じね。ゾンビアタックが何発か当たるとゾンビとかになるのか。まあ、これ普通に死んだだけだから、ね、よし、ナイス。でもこれでいいのよ。
2体に減ったから、ちゃんと2体に減ってるからね。まあ薬草は使わせれてるけど、オッケー。でゾンビアタックの怖さが分かってたら大丈夫だったんだよ。あの4体の時も回復してたからね、ちゃんと。いや、これはもう攻撃だろ。これ倒すと、この野郎、しつけ、いけいけ、うわ失敗。このゾンビの状態で、あ無理だな、死ぬ可能性があるんで、それはできんと。ゾンビの状態でランドとニーナで倒したらどうなるのかってのを見たい。いやもう回復しといてよかったですね。リンプ今やられてた？もしかして。あ、半分ゾンビ、体の腐りかけだったら大丈夫だと。リンプ治ってますもんね。なるほど、そこのバランスはうまいことやれよっていうことになってるのね。でもこれ完全にテッシー立ってますけど、歩いてますけどね。あーまあ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 、2体ね、上等だと。リンプーの防御力が絶望的なんだよ。よし、ティラリラリラン、ティラリラリランがいいね、嬉しいね。リンプどうなんだろうな、これ。まあ回復でしょうね。今から思うと回復道具か、道具持ってきてよかったですね。あそこで回収できてよかったわ。ここで結局道具使ってますからね。着付け薬は使えない、簡単には使えないね。元気玉、ガッツベルト、いいね、ネーミングが昭和。ガッツベルト、リンプだろ今。どうな、何にも、ちょ待って、ガッツベルトって何なん？根性が上がる。いや、根性はあるんだよな、リンプーは。ランド。1、2。あ、これもしかして、根性がなんかこれすげえ光ってる時にやられると、この前の痛くないようだが発動するのかな。これ光ってるじゃん今。ランド光ってるけど根性は今ない。まあテッシュは腐ったから、その可能性もあるな。いやまだまだ分からないことだらけですね。まあそれがね、どう動いていくのか、どうなっていくのかね、分からないからこそ楽しいっていうね、ゲームの醍醐味でもありますからね。回復しない。こいつらであれば
ゾンビアタックやってこねえから、ポイズンはやってくる。よし、厳密にやるんだったらリンプが薬草を使ってあげた方が良かったよね。毒消しも必要か、これ必要だな。50個薬草あるっつったけど、あるっつったけどね、なかなか減りが激しいからな。せっかく命がけで天然物のゴキブリを取りに来たのに、青ゴキブリばっかりだ。青ゴキブリは食べられない。うわー、なるほどね、シンボルエンカウント、いいね。多分奥にいるんでしょう。ツーコン、大したことないコン。まあまあまあ、なかなかだな。よし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 、240、まあまあだな。それかこいつら全員倒さないとダメの可能性もあるか。金梅は最後でしょうね。なるほど、まだいると。はいはいはい、まあまあまあ、そいつらがいるってことは分かってたから。魔法をね、 AP は本当に取っておきたいっていう。でもどうなんだろう、攻撃力素早さを下げるとかはそこそこ重要なんかな。ちょっと一旦見てもいいですか。なんかデイル防御力下げる、まああんまな。マレクタができたからいいのか。パダム、なんか2ターンで倒せるって分かってると攻撃力下げるとかあんまりモチベーション上がらないですよね。そこまで。リンプが思ったより早い、思ったよりというか、まあ早いので倒せて、倒せちゃえるっていうかね、こういうのをね。いや本当はもう、お前もう倒せと、倒せばもう早いじゃねえかと。これ絶対気づいてるよね、絶対気づいてるよな、お前さっきまで上いたのにこっちどんどん近づいてくる。倒してしまえばいいんだけども、青ゴキブリ、黄ゴキブリ、赤ゴキブリ。まあゴキブリもね、いますもんね、普通に。私の自宅帰るのに、まあ飲食店があるんですけど、そこの前の、まあ、ゴキブリロードって呼んでるところがあって、夏場はね、5日に2回出る確率が6割ぐらいあるんですよ。でその時、まあ夜仕事の帰りで黒光りしてるような感じ、まあ、多少青光り
青ゴキブリ的なこんな感じのね色味のやつ、いないな、いないわ、ちょっと青ゴキブリがいっぱいいるんでかけようかと思ったけどいないです。青はさすがにいないっすね。まあ普通にいたりしますよね。来た来た、懐かしいな、おめえ懐かしいな、いたよなワンの時も、ゴッキーゴキゴキテルルルー、大ゴキブリ、まあ、ここでまあまあババルですよ。あー弱い、あー残念、あれこれはまだ中ボスか、もしかしてまだ中ボスか、これは45か、そんなだな。パダーム、レイガーの方がいいのか、凍らせる、凍らせるスプレーみたいのあるよ、あったよ、一瞬で凍らせる、目に入っても危なくない殺虫剤みたいな。いや危ねえ、危ねえだろ。パダも聞いたね、レイガーはどうなんだ、結構フルボッコですけどね、こっちが結構結構やってますよこれ、パダムだな、だいぶ必殺出てるけどね。根性あるな、あいつこそ根性あるわ。まあゴキブリはゴキブリ頭取っても1週間ぐらい生き延びる、動くらしいんですよ。で1週間後に死ぬんですけど、その死亡原因が栄養失調らしいんですよ。頭意味ないっていう頭で飯食えてるから死なないだけで、驚愕ですよね。で頭、本当に頭の意味って、よくゴキブリ並みにしぶといとか言うけど、すごい生命力ですわ。今これうねうね後ろ動いてますけどね、こいつの後ろで、そこさえちゃんと機能していれば頭が吹っ飛んでも大丈夫だと。いくらパダムで燃やされても天敵撃てれば問題ないっていう。よし、ナイス2000、ありがたい。てってるてー、ゴキブリ手に入れて喜ぶ音楽。よし、ちなみに奥は何ぞやと、奥気になりますよね。うわ出た、ゾンビだけはほんと気をつけんと。来た、大丈夫、よしよし、大丈夫大丈夫大丈夫、よし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 、おおナイス必殺。ちょっとなんか起こるかもわからんので、一旦ここで動画切りますね。はい、動画の移動お願いします。